アルテンシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す、町村である。町内をニッター川が流れており、ビューディンゲン方面から流れてきたゼーメンバッハ川が、リントハイム近郊でニッター川に交流する。アルテンシュタットは、北はフロールシュタット及びグラウブルク、東はビューディンゲン、南東はリーメソハイン、南西はニッテラウ、西は、 ニッタタールと境を接している。ヘッセン州の地域再編以後、アルテンシュタット、ヘイカハイム、ヘイヒストアンデアニッター、リントハイム、エンツハイム、オーベラウ、ローデンバッハ、バルトジートルング地区がこの町に属している。この他に、町域のわずかに外側に位置する、エンゲルタール修道院や数軒の家屋と、広大なゴルフ場からなるオッペルスハウゼンもこの町に属す。 二世紀前半からアルテンシュタットは詳細不明のヌーメルスの駐留地となっていた。この部隊は、はじめは広さ1ヘクタール程度のカストラに駐留していた。カストラは四角形で木材と土で作られた防御柵を有しており、堀で囲まれていた。一つの門と炭らが知られている。内部には様々な建物の痕跡が見られる。その後、135年頃に、 新たなカストラが築かれた。新しいカストラはおそらく1ヘクタール以上の広さがあり、芝戸で作った防御柵があった。カストラの北半分はやや西側にずれている。このカストラには4つの門、複数の墨やぐらがあり、堀で囲まれていた。内部には地下貯蔵庫や司令官の館を含む司令部跡、一般兵舎跡が見られる。 150年頃に石像のカストラが建設された。1.5ヘクタールの四角形の平面を持ち、4つの門と複数の炭屋倉、数多くの中間の塔が築かれた。二重の堀がこのカストラを囲んでいた。内部には水槽やおそらく司令官の館と思われる司令部跡、一般兵舎跡、その他の建物跡が見られる。ヌーメルスが駐留する以前、ここには2つの 小さなカストラがあった。それらは木材と土で作られた防御策を持ち、一重の堀で囲まれていた。基地上下町はあらゆる方角に広がっていった。アルテンシュタットのローマ軍基地は、おそらくローマ時代以前からあったニッター川沿いに、ホーゲルスベルク山地やさらにフルダに至る街道を抑えることと、わずか5キロメートル離れたグラウベルクを監視することの二つの、 任務を追っていた。クラウベルクは、ローマ時代以前には、ケルト人領主の拠点であり、ケルト人の撤退後は、ゲルマン人が入植していた土地である。ローマ人は、ケルト人でもゲルマン人でもない、その他の者たちが自分たちの支配地域内及びその、周辺地域に入植することは許容していた。現在、カストラの領域は、完全に屋根が架けられている。 この城塞の歴史はかなり複雑である。それは時代とともに小さな砦からヌーメルスを収容するカストラに発展したためである。このカストラは2世紀後半とアレマン人の侵入による233年とにかい破壊されている。1603年に泉から回収された242年の命を持つ石材は260年のリメスの終わりまでこの カストラが維持されていたと推定する根拠となっている。アルテンシュタットは767年6月にアルデンシュタット、アルンシュタットンを及びアルダンステータマーカーとして資料に初めて現れる。これによりアルテンシュタットはオーバーヘッセンで最も古い町とされている。この町は神聖ローマ帝国ではフライゲリヒト海肥塩に属した。この領域は15世紀に フリートベルク城博の支配下に置かれた。この白白領は1806年にヘッセンダルムシュタット法白領となった。1972年8月1日にビューディンゲン軍が廃止され、ベッテラウ軍内に自治体アルテンシュタットが創設された。1971年10月1日にそれまで独立した町村だったヘイヒスト・アンデア・ニッターとオーベラウが アルテンシュタットとが合併した。同年12月31日にヘイクハイムとリントハイムがこれに加わった。1972年8月1日にローデンバッハがこれに続いた。アルテンシュタット町役場2011年3月27日の選挙以降、アルテンシュタットの町議会は37議席で構成されている。2012年4月1日の選挙では、 現職の町長,長、ノルベルトジグーダが74.0%の票を獲得して勝利し、3期目を務めることとなった。対立候補のザビーネ・リップの得票率は23.4%、ダニエル・クネーベルのそれは2.6%であった。この選挙の投票率は47.9%であった。ズンガラ、銀字に赤いくちばしと爪で武装したクロワシ、胸に A の金文字が書かれている。ゲストハウス、クロワシテ18世紀のアルテンシタットの公用院には単頭の帝国足が描かれていた。この図柄は A の文字と共に多くの18世紀の境界石に現れ、1667年からその存在が証明されている御領地のゲストハウス、クロワシテにも掲げられていた。これは、この村が1806年まで、 海費園秘密裁判所領であり、この裁判所領は帝国直轄の城であるフリートベルク城の支配下に置かれていたためである。アルテンシュタットの町の紋章は数多くの他のオーバーヘッセンの和紙モと区別され、1952年10月30日に印象の単頭のワシと境界石のマークを組み合わせた紋章が認可された。道路、アルテンシュタットは ビューディングエンからフランクフルトアムマインに至る連邦道 B521 号線沿いに位置している。アウトバーン号については A45 号線のアルテンシュタットインターチェンジが利用できる。アルテンシュタット駅公共交通機関アルテンシュタットはニッタータール鉄道の列車が1時間ごとに発着する。駅はこの他にハーナウ、フリートベルク、ビューディングエンへのバス路線が運行されている。 公共旅客交通は、ラインマイン交通連盟に属すオーバーヘッセン、交通会社 GMBH が担っている。自転車道教育機関レジャー、スポーツ施設ファンファールウントシュピールマンツーク、アルテンシュタットは、この街の看板グループである。2006年ドイツチャンピオンとなり、アルテンシュタットの紋章を全ヨーロッパに知らしめた。ありがとうございます。